連敗中です。ピッチャー前、送りバントが決まりました。フォークを叩いて三遊間を破るヒットを放っています。サードゴロ、そして一塁転送、ダブルプレー。西野が追い込んで、フォークボール、空振り三振、ワンアウト。打ち上げました。今日は風はあまり吹いていません。レフトのポランコ、まっすぐで追い込んで、打球はライトへ。力はありません。ライト山口、スリーアウト。西野、この3回は2回は3人で打ち取っています。右へ持っていった、ライト正面、山口が取ります。ワンアウト。一塁ランナースタートを切った。田村が投げる、どうだ、ヘッドスライディング、アウト。投げるか、打ち返した。打球はセンター前進、取った。センター農家が取りました。スライダー、空振り三振、ワンアウト。面白いですね、今の打席ね。やっぱり内側の初球のツーシーム系がやっぱ残るんですよね、はい、空振り三振、またスライダーでした。の中で、まあ、今日ストライダーでも全部意識させてやろうっていう感じに見えますね、はい、もうこれ3打席まで生きてくるんで。今日西野 の、 この右バッター外へのスライダー、うん、コーナーに決まってますね。空振り、一塁へ送ってスリーアウト。最後はフォークボールが決まりました。西野、低めのボールゾーンにフォークボールが決まっています。予行してますね。4回の表、ライオンズ0点です。ズーロー勝手に怒り飯、引っ張った。サード中村翔吾、ツーストライク、ワンアウト。セカンド正面、小川がさばきます。ツーアウト。三者凡退のイニングを作りたい。打ち取りました、セカンド小川、スリーアウト。高く上がった打球、風は強くありません。センターの岡、ワンアウト。ランナースタート、ストライク判定。二塁はどうだ、タッチアウト。三振、ダブルプレーという形になりました。先ほどのシーンです。この先見送って三振、そしてスタートを切っていた一塁ランナー岸はタッチアウトで三振ゲッツー。外に構えます。スライダー、バットの先、サードの中村翔吾、5番の中村武也、初球バットの先、ショートの友杉がさばきます。ツーアウト。3メートル、空振り三振、見事なフォークボール。西野が7回の表、ライオンズ打線を3人で抑えました。送りバントきっちりと決めました。古賀、カーブだ。セカンドゴロ、二塁ランナーは三塁へ進みます。116球、よく投げましたね。はい、交代告げましたね。あの最後の長谷川選手に対しても、まあ、しっかりとこう攻め切りましたよね。スタンドから拍手が起こります。いや、素晴らしいピッチングでしたね。スタンドから西野コール、前回もそうでした。そして今回もまた素晴らしいピッチングを私たちに見せてくれました西野雄二。8回2アウトまで116球。